でも道の駅としても、まあ、これが、まあ、道の駅の運営にもいい起爆剤になるんじゃないかなと思ってます。アルツ磐梯から車で10分ほどの場所にある道の駅磐梯。新たなスキー場の誕生を見据えて店内の改装を進めてきました。地元の特産品などを販売しているこちらの道の駅なんですが、新たなスキー場の誕生を見据えてこのようにアウトドア用品のコーナーを新たに設けています。道の駅では去年からアウトドア用品の販売を始めたほか、ジェラートやパンなどを販売するコーナーも新たに設けています。ここ数年は新型コロナの影響で利用客が例年の7割ほどに落ち込みましたが、この冬の観光需要の拡大に期待を寄せています。でそこの麓にある道の駅ですので、ぜひですね、道の駅の方のお立ち寄りもいただきながら、で会津の方、スキーリゾートを楽しんでいただいて、皆さん楽しい福島県を過ごしてもらえればなと思いますね。